原さんももうなのかまだなのかですけど、27歳というところで、はい、この四国のビッグレースというんですか、もう本当に主役でこうやっていくような大会になりますけれども、はい、そうですね、まあまあ、たまたま僕は今点数持ってるだけで、まあ結構まあ、なんですかね、まあ、今回、まあ、ちょっと四国勢要求あるんで、はい、まあ、やっぱ後輩とかも見てますし、うん、やっぱまあそのなんていうんですかね、まあ、ためになるようなレースや、まあ、私生活とかで、まあ、ちょっと参考になるような感じにしていかなあかんかったんです、うん、まあ、ずっと本当は自力で戦うケースというか引っ張ってきたところとたくさん後輩出てきて、まあ、前回の小倉なんか佐々木剛さんとああいう連携ができたっていうのは、はい、そうですね、まあ、すごいやっぱりもう行ってくれる気持ちが嬉しかったですし、まあ、自分もやっぱ自力で頑張ってきてたのが良かったのかなと思います、はい、もちろんそのなんとか残そうというか、はい、うん、バッテでのこの走りぶりも、そうですね、まあ、ちょっとぎこちなかったんですけど、まあ、あれでやっぱりこうちょっとでもテクニックがあれやっぱり2着に残っとるレースできたかなと思いますの、ね、でやっぱこれからもやっぱりそういうところを勉強していかなかったなと思います。またこう大きいレースですぐ走る小川慎太郎さんがやっぱりまたこういう連携っていうんですか、はい、そうですね、まあ、これからも増えてくれる来ると思いますし、まあ、やっぱ後輩でやっぱこう一緒に練習してるのもあって、やっぱこういうレースビッグレースとかで一緒に連携できますごい嬉しいことなんで、まあ、しっかり僕もこう後ろで何かできることがあれば、まあ、援護していきたいかなと思いますね。うまく初日にリズムをつかんで、まあ、やっぱりこう四国勢、中四国から優勝者を出せるような、そうですね、はい、まあそうですね、やっぱり優勝者はやっぱり地元地区ってことで、まあ、地元地区の中から誰か優勝できればいいかなと思うんですけど、原田さんが掴んでほしいというファンも多いと思うのでぜひ頑張ってそうですね、はい、もう、まあ、僕もここの、ね、まあ、チャンスあると思うので、まあ、しっかりチャンスあればものにしたいかなと思います。ありがとうございました。